暑い。今日は、ドライブに来ています。あまりにですねこの新月期晴れなかったので、まあ、次のですね撮影に向けて、まあ、ロケ班というか撮影地のね下見をしようと思っています。あの Google マップで、あ、ここ良さそうだなっていう感じの場所をね、2箇所ほど見つけましたので、そこまでね車を走らせることにします。自宅からだいたい 40-50 キロぐらいのねところにあるんですけど、まあね、あのちょうど今ですね、田んぼにですね米が実っていまして、早いところではね稲刈りも始まっているようなので、ちょうどこうね稲穂が垂れている様子なども、まあ、動画でね、記録しながらあのゆっくりね走っていこうかなと思っています。それにしてもですね、あの9月に入ってむしろ暑くなりましたね。8月の後半の方ね、あ、もうこれ秋が来たなと思ってたんですけど、まだまだですね、残暑が厳しいという感じです。まあ、日陰に入ればですね、だいぶ風の涼しさとかも感じるように、ね、なってきたんですけど、いやまだまだね、暑いですよ。さて、道の駅がね見えてきましたので、ここでちょっと一旦休憩しようかなと思います。リニューアルがね今週の土日だったかな、まだその前なんですけどね、まあ、トイレ休憩ぐらいはできるかなということでちょっと立ち寄ります。はい、道の駅をね、出ます。あ、ガスがねあんまりないね。もう残りね、4分の1を切った感じです。ちょっとこの国道9号線はねなかなかガソリンスタンドがないので、まあ、次のね、スタンドでちょっと入れてこようかなと思います。実はちょっと割高なんだけどね、あそこ他にスタンドがないからしょうがないんだよ。そうそう、このガソリンスタンドしかねもうないんですよ。1000円分だけ入れよう。レギュラー1000円分だけお願いしますっていう感じですね。結局2000円分入れてしまいました。それでねまだ半分まで行ってないね。まあ十分ね今日行くところまでは行って帰れるかなという感じのね、量なんですけど、また帰ったら入れないといけないねガソリンを。おお、見てくださいよこの一面のねあの実った田んぼ。いやー日本の風景だよね。まさに日本っていう感じがする。どっかこれ止めて撮りたいな。今日ね XT30 持ってきてるんで、ところどころでさあのなんだっけ米をあれじゃん収穫していく機械があるじゃん、あれが止まってるからね撮りたいんだけど、なかなか止める場所が見つかんないな。ここでちょっと止めるか。いやーいい場所だ。なんかこんなことしてたらさ撮影の方が中止になっちゃってロケ地まで行けないかもしんない。どうしよう、まあいいや、そん時はそん時でね、そん時はそん時ですよ。はい、いやー田んぼやね田んぼ。今日ちょっと風があるね。ここら辺の稲倒れてるけど、これはどうなのかな、買った後なのかな。まずはですね、この場所からですね、田んぼを取ろうということで、動画をですね Flog とエテルナね両方で収録しようと思います。まずは Flog だね。で 4K で、設定はですねこんな感じ。まあ、かなりですねシャッタースピード速いんですけど、まあ、室内だったらね、フリッカー問題になるなりますけど、まあ、自然光なんで多分大丈夫です。じゃあ、動画を収録と。まずはちょっとね、全体像ですよ。あ、近くになんか野鳥が鳴いてる。どっか飛んでるね。次はね寄れるだけ寄って撮りたいと思います。しかしこれはこれでね絵になるね。バックにこう田んぼがあって、手前側にね
この XT30 があるんですけど、これはこれでね結構かっこいいね。いやーちょっとね、車開けていたら中がめちゃめちゃ熱くなってる。あ、テントウムシ入ってきた。テントウムシが入ってきてる。これ撮ろう。マクロでちょっと撮ってみよう。ほら、テントウムシ。ね。ちょっと出してあげよう、これ撮ったらね。はははは。おー、どっか飛んでいった。飛んでいったよ。見てください。LX7 の上にテントウムシです。どうしようこれ。今映ってるかな、どうかな。ちょっと指に来い。よし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 。テントウムシ。ほら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 。1センチマクロで寄ってみよう。あ、なんか自分の毛穴とか見えるから、これグロ映像になっちゃうかもしれないけど。かいいぞ、なんか結構噛んでないこいつ。なんか俺をさ食べようとしてるから、ちょっととっととどっかにやろう。さて、まさかのハプニングはあったんですけど、今から帰るかな。今日なんか結局何しに来たんだろうっていう感じなんやけど、まあいいや、楽しかったから。さっきそういやね、どっかでコスモス咲いてたからね、あれも撮りたいな。まだ彼岸花は咲いてないのかな。場所によったら咲いてるのかな。ただ見ないですね今日は。さて、ちょっとここも、この田んぼも見てみたい。あー、これ SL と田んぼとかいいだろうね。ここ SL 来るからさ。よいしょ。そうなんですよ、ここら辺ね SL マニアの聖地なんですよ。土日来るとすっごい人いるよ。以下ですね、今から右折しますけど、この通りね、この通りすごいもん、人がめちゃめちゃ並んでる。ここはスーパータクマーのね50ミリを使ってこう下からね上にだんだん上げていくような感じで撮っていきたいと思います。向こうの方で稲刈りもやってるね。だから今週末はもうなくなってるのかな。今週末の鉄道の時にはもうここら辺ね、さら地になってるんですかね。今ね GoPro が動かなくなりましたね。あれ、バグってる。大丈夫かこれ。なんか高温注意が出た後ですね、挙動がおかしいんですけど、ちょっとあれかな、冷まさないといけないのかな。結構室内暑いからね、今日はね。一旦休憩、 GoPro は一旦休憩や。これは GoPro 復活、イエーイ。やっぱりあれだね、暑くなるとダメなんだね。これ夏のツーリングとか真夏のツーリングとか持たないかもね。ヒーロー7ですね、まあ、復活したわけなんですけど、そういえば GoPro ね新しいやつ出るって言われてますよね。まあ、9月中にはですね、ヒーロー8が出るということなんですけど、今のところリークされてる情報だとね、液晶がどうも外付けなのかな。あれちょっとねまだ写真見ただけじゃわからないんですけど、こちら側をですね、向くような形になっています。つまり自撮りをするときに、まあ、非常にね、便利になっていると。その他まだ噂段階なんですけど、大きな変更点としては、マイク端子がですね常設されるらしいですね。ちょっと腹立たしいんですけど、ヒーロー7の場合ってさ、クソ高いねアダプター買わされたじゃないですか。で僕も買ったんですけど、次からね互換性がどうもなくなってしまうらしいですね。まあ便利にはなるんですけどおいおいって感じですよ。俺のね、5000か6000を返せっていうね、感じなんですけど、まあ、それは仕方ないですね、移り変わっていくもんだから。
どうしよっかな、買い替えようかな。熱にどれぐらい強くなってるかとか、まあ、そこら辺ですね。あと結構フリーズしたりね、カードとの相性があったりしますので、まあそういう細かいところがヒーロー8で改善されてると、ヒーロー7ユーザーとしては嬉しいかなと思うんですけど、さてさてどうなっていることでしょうか。ちょっとその前に飯や飯、コンビニでいいから、なんかサンドイッチでも何でもいいからさ、とりあえず腹に入れよう。腹減ったぞさすがにね、もう1時回ってるから。あ、結構濃いねこれね。でもアイスだからね、多分どんどん氷が溶けて薄くなるんですよ。最終的にはちょうど良くなるかな。ちょっとお気に入りのね、場所に行って食べたいと思います。なんかあれやな、ピクニック気分になってしまった今日。もう最後の方さ、何しに来てんだよっていう話だよな。まあいいですよ、今日はもうリフレッシュするために、まあ車をね走らせてるんですから、もうやりたいようにやりますよ今日は。よし、ちょっとここで飯を食うか。さて今からね、ちょっと彼岸花を咲いてるかどうかねチェックしに、もうちょっと車をね走らせたいと思います。あ、彼岸花咲いてるじゃん。今微妙に咲いてたよ、一輪だけ咲いてた。ほら彼岸花が咲いてるよ、この一輪だけですけどね。どうしようかな、マクロとね動画も一応ね、回してみようかな。この彼岸花をですね中心に入れているんですけど、この足元を見るとですね、まあ溝なんですけどね、ここにちょろちょろと水が流れていますから、F2.8 開放で撮ればですね、こっちの花は映るんですけど、まあ、こっちのね、水面がいい感じにぼけるので、こんな感じにね、やってます。ということでね、一輪だけ彼岸花が咲いていましたから、それをね、主に動画で撮ってきましたよ。しかし今日はあれだな、いろんなもの撮ったね。いや、もともとはさロケハンしようと思ったんだけど、その目的はね、忘れてしまいまして、しかも動画撮影の方に終始していたっていうね、感じでした。タイトルがこれ困るね。ロケハンに行こうと思ったら思ったより稲刈りが進んでいたので、動画撮影していたらいろんなものを撮ってしまったというね、動画なんですけど、長いわ、そんな長いタイトルつけられへんわ。どないしようかな。いや本当困ったね、あまりにも収集がつかないね、内容なんで。まあね、僕としてはやりたいようにやったから楽しかったんだけどね、ものすごく楽しかったんだけど、あまりにも一貫性がなさすぎるっていうね、そういう話ですよ。ということで、今日はですね、まあ、やりたいことを適当にやっていくだけのね、感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、たまにはね、こういうのもいいんじゃないかなと思います。あと、4K 動画素材がですね結構残りましたんで、まあ、これをね、適当に切ったり貼ったりして、久々に 4K 動画保管庫の方へアップしたいかなと思ってます。9ヶ月ぶりぐらいかな。まあ、ともかく、こちらの動画はね、そろそろ終わりとなります。ここまでですねご視聴くださった方どうもありがとうございました。失礼します。
さよならー。